こんにちは。テンパアカデミー堀秀夫です。今日は商品探しがですね、なかなかうまくいかないと言った場合にどうするか。やっぱりコツはですね、たくさんの商品を見ること、これにつきます。で、たくさんの商品を見るにはリアル店舗がおすすめです。例えば、ネットだとですね、どんなに頑張っても一度に比較できる商品はやっぱり1個なんですね。だから1個の商品を比較するのに1分かかってたら、1日、例えば2時間、ね、途中で10分間休憩したとして110分、110個の商品が見れるわけですね。これ110個の商品、毎日見れればいいんですけど、実際ね、ネットで、1分で比較できるかどうかってことと、110個比較するのって結構しんどいんで、やれればいいけど、多分しんどいと思います。一方ですね、リアル店舗に行けば、意識するとしないとに関わらず、少なくとも目に入る商品がね、100ってことはないです。おそらく少なくたって1000商品ぐらい目に入ってきて、これ何かなと手に取って検索すればですね、例えば1個の検索が10秒で終わるとしたら、同じ110商品やるとしたらですね、1100秒ということは、20分もあれば100商品検索しまくれば検索できちゃうわけです。中にはね、移動するとかね、ちょっと店員の近くだと見にくいとかいろいろあるかもしれませんけど、少なくともいくらで売ってんのかなってチェックしてですね、で、こういう商品があったと、ですぐ家帰ってパソコンでチェックするという形をすればですね、100商品以上の商品知識は身につきます。もう全部ね、暗記するとかそういうんじゃなくて、これがあったなと、ね、いう形で比較できます。で、上級者の場合は、リアル店舗の方が一度にたくさん買えて仕入れが早いです。初心者の方も、リアル店舗の方が一度にたくさん商品を見えて、目利きが身につくのが早いです。ですからね、ネットでスムーズに見つからなかったら、リアル店舗に行くことをお勧めします。リアル店舗って言ってもいろんな種類があってね、よくお勧めしてるマンダラッケ、それからドンキホーテ、中古のおもちゃなんかを買い取りしてる買い取り専門店、これおもちゃだけじゃなくてですね、他の、買い取りしてるところもありますね。専門店、カメラ、自転車、ゴルフ、釣りと。これらはね、それぞれ買い取り専門店もありますね。で、買い取りで専門で、本当に買い取って売ってるところもあれば、本当の買い取り専門店、買うだけで販売してないところもありますけど、買取専門店、それから百貨店、ホームセンター、家電量販店、トイザラス、おもちゃ屋、東急ハンズロフト、ポケモンセンター、もういろんな、お店あります。で、それらのお店に行って何をするか、これお店によってやるべきこと違います。ですからね、基本的には今まで行って何度も通ったけどはかどらないというお店は相性が悪い可能性があるんでね、今のまま同じやり方で行ってもしょうがないです。ここ行ってるけど、いまいちはかどりませんでした、ね、こういうお店ありますけどそういえば行ってませんとかね、以前行ってた店でこういうのあるけどどうでしょうか。それぞれね、行く店によってやるべきこととかね、人によってアドバイスが違いますんで、この中で行ける店、行きたい店があったら、質問してください。リアル店舗行ってナビして買えてない方はいらっしゃらないんで、基本的にリアル店舗行ってね、ナビして買ってもらって、あとはそれの補充をネットでするという流れが一番スムーズかなと思います。何しろ、一番ね、埒が明かないというか、なかなか進捗しないのは、ネットで見てるだけと、ね、最悪買っちゃえばいいんですけど、ネットで見て比較してるだけっていうのは、時間かかる割にはいつまで経っても目利きつかないです。ですんで、なかなかね、仕入れがどうすればいいんだか分かんないとか、ここらで仕入れの幅を広げたいという方は、リアル店舗をまず回ることをお勧めします。どこ行けるとか、どこ行ってみたいとか、どこは行ってるんですけどということで、ご相談ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。